テルに着きました。お部屋紹介をします。ここがリビングです。とても広いです。そして隣にベッドルームがあります。じゃーん。そしてこっちは広い洗面台です。お風呂とトイレもあります。あと入り口の近くにもお風呂とトイレがあります。こっちです。入り口の横にあります。そしてここの引き出しにはじゃーん、40周年のハガキが入っています。ミニーちゃんとミッキー、かわいい、嬉しい。これあとダッフィーフレンズのカードです。これもかわいい、嬉しいです。やった。ここにエコバッグがあったので開けてみます。かわいい。じゃん、かわいい。ディズニーホテル。じゃん、こういうエコバッグです。ミニーちゃんとミッキーでかわいいです。ディズニーホテルもある。かわいい。このお部屋で一日ゆっくり過ごします。お部屋に着いたばっかりなので YouTube を見ながら休みます。少し休んだのでホテルのショップでお買い物してきます。買ってきました。後で紹介します。ショップで買ったものを紹介します。まずは40周年のバルーンです。ミッキーの形が可愛くて中に羽とキラキラが入っています。これで後で写真撮りたいです。可愛い。シャカシャカ振ると動きます。次はじゃん、これは広げるとガーランドになるチョコレートです。パッケージが可愛くて40周年の柄なので買いました。次は40周年のカップラーメンです。これはパパが買いました。そうです。美味しそう。次はじゃん、これは40周年のチョコレートです。ホワイトとイチゴとチョコが入ってます。美味しそうなので買いました。あとこの柄が可愛い、パッケージの柄が可愛いです。やった。次はじゃん、これはミニーちゃんの小物入れです。このレトロな柄が可愛くて買いました。なんか入れようと思います。小物とか入れたい、ピンとかイヤホンも入れたいです。次はじゃーん、私の好きなチョコクランチです。ディズニーに来た時はよく買ってます。美味しいです、好きです。最後です。じゃーん、
101匹ワンちゃんのポシェットです。最近101匹ワンちゃんが好きなので買いました。かわいい。買ったものは以上です。かわいいお土産や40周年のお土産が買えてとっても嬉しかったです。これ開けてみます。じゃん、かわいい。これ取るのかな。広げます。じゃん、ガーランドです。こんな感じになります。かわいいね。うん、こうやって外すこともできます。すごいね。うん、じゃあこれみんないるやつ。あ、こっちはチップとデールになってる。あ、本当だ、少なかった。かわいい、ここもすごいカラフルでかわいい。柄になってます。かわいい。中はチョコのお菓子になっています。ピーナッツ入ってる。いただきます。チョコボールみたいな味がして美味しいです。パパも食べてみよう。ほんとだ、チョコボールみたいに美味しい。うん、次はチョコです。ドナルドと、これホワイトチョコ味かな。ミニちゃん、いちご味とミッキーチョコ味です。かわいい。ホワイトチョコ食べます。いただきます。ミッキーの形とっても美味しいです。クランチみたいなのが入っててサクサクしてて美味しいです。とってもおすすめです。気に入りました。カップラーメンはこういうデザインで可愛いです。オリジナル醤油味みたいです。これ可愛いです。かまぼこ、後でパパが食べます。みんなでお菓子を食べます。ママはクランチを食べます。いつも通りで美味しいです。美味しいよね。うん、クランチ美味しいんだよね。美味しい、美味しいね。チョコレート美味しい。もう夜なのでそろそろ寝ます。おやすみなさい。朝になりました。もうすぐルームサービスが来るので待ちます。お腹空きました。朝ごはんが来ました。とっても美味しそうです。私はパンケーキにしました。いただきます。ふわふわで美味しいです。甘くて美味しい。ポテトも食べます。美味しいです。美味しいです。ディズニーで食べるホテルの朝ごはんが好きなのでとっても嬉しいです。家族でゆっくり食べます。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。あとはチェックアウトまでゆっくり過ごします。